はい、酒好きな俺の一動画始めていきたいと思います。今回は、日課ウイスキーですね。ピュアモルトのブラックです。これでね、3種類、赤と白と黒、全部、ね、買いました。容量が 500ml、アルコール度数が 43%、値段が1600円ぐらいでした。はい。特に書いてあることはありません。まあいいや。飲んでみたいと思います。まあ以前買った赤はそんなでもなかったんですけど、やっぱ白が一番美味しいですね。今んとこね。まあこの黒はどうでしょうか。シェイサーと一緒に乾杯。おほほおほ。あ、これうめえ。すっげえなんか。あ、モルト。黒。これすげえ甘いんだけど、結構甘いですね、これ。甘い。ただ、なんか甘すぎて、なんか本当に砂糖みたいな甘さが、するのは気のせいか。やけに甘いぞ、これ。ものすごい甘い。なんか、カラメルソースみたいなのを薄めたような甘さと、すっごいなんか、コクっていうか、濃厚な、なんか口当たりがなんか微妙になんか、トロンとしてる気がするんだけど、それでなんか、甘さもすごいし、口当たりもすごいし、口当たりっていうかすごくはないけど、なんかすごいな。なんか口に、なんかソースみたいな、トロンとした何かが、甘い何かが蜂蜜のようなトロンとしかも重たい何かがドカッと乗っかったような味っていうか感覚ですね。ウイスキーとは思えないほどの重厚さ。そしてこの燻製の香り。燻製。かなり煙いです。ただ、ホワイトみたいにあれはないですね。せいろがんがないです。せいろがんの香りはありません。うわぁ。これはすごい。うまい。めちゃくちゃうまい、これ。めちゃくちゃうまい。これ5つ星確定だ、これ。うますぎる。余市蒸留所モルトが主体。力強いピートとしっかりとしたコク。豊かな味わいが特徴ですって書いてありますね。で、以前飲んだ、赤が、宮城郷蒸留所モルトが主体。軽く甘いバニラとフルーティーな香り、ソフトで優しい味わいが特徴です。で、ホワイトの方が、余市蒸留所のヘビーピートタイプのモルトが主体。海藻やヨードに似た強いピート香、コクのある柔らかな味わいが特徴ですって書いてありますね。これブラックが、多分一番これコクがあるな。甘さも最強。最強レベル。コクと甘さが最強レベルのウイスキーだ、これ。すっげえ。これホワイトよりかうまいわ、これ。はっきり言って。ランク付けとして、黒が1位、2位が白、3位がレッドだな。うめえ。これぞ日課ウイスキーのこの甘さ？日課ウイスキーのよくあるタイプの甘さと、ほんのこれ、コク。恐ろしいぞ、これ。今までウイスキー飲んだ中で多分一番甘いっていうか、甘い？うん、多分一番甘いかもしれない。下手すると。まあ、アメリカンウイスキーって大体甘いんですけど、多分それよく甘いんじゃないかな、これな。甘っ。マジで甘っ。甘っ、香りも強っ。鼻にツーンとくるのもあるけども。いやー、これはうまい。半端なくうまい。だってな、口当たりがおかしいもん、なんか。なんか、ちょっととろみがあるもん、なんか。おかしいな。何かとろみを感じるぞ、これ。本当に。なんか、ピュアモルトってググると、なんか、ボールペンが出てくるんだけど。はあ、これはうまいわ。半端ない。はあ、これはロックだな。多分。ロックか。ロックだな。だいぶ甘いな。普通に飲むとかなり甘いから。これ多分ロックにしたら冷えて多分そんなに甘くなくなると思うんで。うん。はあ。はあ。これは多分ウイスキー今まで飲んだ中で、多分最強レベルのうまさですね。1位ぐらいじゃない。ボーマーヨが多分うまいです、これ。ちょっと違うけどね。味っていうか、方向が違うんだけど、ここまで濃厚なウイスキーは飲んだことないですね。そしてこのとろみもなんかある。ものすごく甘い。しっかり香りもあるし。これはちょっとやべえ。やっぱこれ。こんなの1600円で売っていいんですか？日課ウイスキー。日課さん、こんな超うまいものをこんな安く売っていいんですか？うますぎ。これ本当に甘すぎて、これマジでこれ砂糖入ってんじゃないか。疑うんだけど。甘すぎやしないか、これ。普通のウイスキーの3倍ぐらい甘いぞ。ちょっとホワイト飲みます。まあでも開けたてとかだからあれなのかもしれないしな。開けたて。色は変わんないな。うん。ホワイトはね、やっぱ結構軽い。コクが、コクっていうかこう、ずしっとくるのがない。ブラックめっちゃくちゃ重いんだけど。重いこのウイスキー。舌に乗せるとこの、濃厚すぎて、こう、重厚と濃厚がこう合体して、こう、ブヒャーって感じ。はあ、これはうまいわ。これちょっとやばいわ。俺今後このウイスキーだけ飲んでればもういいぐらいだわ。このウイスキーだけ買ってればもう、あといらねえかもしれない。ピュアモルトブラックだけでもいいかもしれない。ピュアモルトブラックとピュアモルトホワイトだけでいいかもしれない。まあ、ボーマーは欲しいけどね。ピュアモルト、ブラックとボーマーかながあればもう俺、あと多分、ウイスキーいらないかもしれない。本当に。うん、やっぱりね、ホワイトはね、結構スッと消えますね、味が。ブラックはもうずーっと残ってる感じ。がするんですよ。かあ、これはすごいわ。うん、多分開けたてだからな、まあ、だいぶ、多分、これ、時間経ったらだいぶ薄れてくるんじゃないかな。ウイスキーがね。この空間、この空気の部分に多分、揮発して香りが飛んじゃうんで、飲んでくごとにもう揮発する量が増えてくから多分、美味しくなくなってくると思う。だから、ちっちゃい瓶とかに移し替えてみるといいかもしれないですね。はあ。これはすごいな。でも基本的に俺が好きなのっていうのは、余市蒸留所のやつが好きみたいですね。これをいろいろ飲んだけど。ホワイトとブラックが好きだってことは、どっちも余市蒸留所のやつだから。余市10年とか買ったらいいかもしれない。ただ余市10年超高いね。4000円ぐらいするの。4000円するな。フルボトル4000円するね。高っ。4000円は高いわ。4000円はさすがに高いわ。うん。さすがに。4000円は高いな。それだったら、俺だったら2000円のやつ2個買うわ。2000円のさ、12年とかのやつ。なんかのウイスキー、どっか、スコッチかなんかの、2000円クラスの12年あたりを、2個買う。4000円はちょっと高い。さすがに。しゃー。余市か。最近気になってるのは、あれが飲みたいんだよね。スコッチの、バランタインファイネストの12年。今度買ってみます。いやー。参ったな。このうまさは参ったな。このうまさは参った。この値段も参った。このうまさでこの値段とは恐れ入った。さすがにっか。半端ねえ。竹鶴25年ってフルボトルで52,500 円もするの？高っ。おかしいぞ、これ。値段がおかしい、これ。うん。まあ、すごいな。2000円程度で買える本当に美味しいウイスキーまとめ。ネイバーまとめ。ジョニー・ウォーカー黒、ジャック・ダニエル、サントリー・オールド、竹鶴12年、バランタイン12年、シバス・リーガル12年、ワイルド・ターキー8年。だそうです。まあ、ワイルドターキー8年と、竹鶴12年とジャック・ダニエルは、まあわからんでもないけど、ジョニー・ウォーカー黒はちょっと2000円だとおかしいし、サントリー・オールドも別にうまくないし、バランタイン12年は飲んだことないし、シーバス・リーガル12年は別にうまくないし、って感じですね。買うガチャないでしょ。特にサントリーのオールドは一体なんでここに入ってんだっていう感じですね。よくわからない。サントリーオールド別にうまくねえと思うけどな、これな。全然うまくないと思うけど。サントリーオールドとか、何がうまいのこれ。シーバスリーガル12年もちょっとよくわからない、これな。薄すぎてっていうか、なんか、薄いっていうか、すごい軽いっていうか、軽すぎるよね。うん。はい。ということで、評価入りますか。いやー、これは、飲めて幸せですな。いや、買ってよかった。買ってよかった。ピュアモルト、ブラック。これはもうオール5でしょう。オール5。オール5。これはうますぎる、ちょっと。やばい。これはぜひおすすめします。ご視聴ありがとうございました。